ウィンツデー。離島ガチャ200連中編をお届けするよ。前編の結果は前回の動画か。左上をチェック。早すぎてわかんないよ。ジュン君は出てないべ。グラハム君、君は初めましてじゃないよ。72連目。元気なおじいちゃん。剣の口癖聞いたことないかも。ごほごほらしい。元気じゃないやん。タモちゃんは知ってます。うろ。74連目。猫だ猫だ猫だ。あかん、最近見てる人の動画の真似してしまう。ちょっと化粧が濃いねー。ジェーン、メリージェーンしか出ない。歳がバレるぞ。75連目。人畜無害なワニ。アナベルトになる。ガトーはアナベルガトーだよ。76連目。白いネズミ。耳が青いのはトメさん。口癖があんたと一緒だね。だべ。77連目。あの高貴な後ろ姿はライオネル。グラさんにも同じ服着せたら高貴に見えるかもよ。今回転して知ったんだが。2匹がちゃんとある。誰も見なさそうなのにすごいや。あれはコチカメの量産と名高いリスだ。途中しか知らないけど、ホンダってキャラが好きだったな。まさか実写化成功するとは。79連目。最近コアラ好きだけど、鼻の穴描いてるの好きじゃないんだよね。でもちょっと可愛い。80連目。豚さんあんまり好きじゃなかったけど、この子頭にお鼻あるのよ。今まで豚というだけで、よく見てこなかったんでしょ。だってタメ子だしチャリンだし、ねえ。81連目。逆に渦巻きは後ろ姿がちょっとなんよな。誰デザイン？あの高貴な後ろ姉姿はさようなら。83年目。姉貴はマジでジェシカ以外なんとも。シオンが一番姉子って感じだけどね。今頃気づいたけど兜からトサカ出てるんか。どこで話してるねん。石叩きしてたら後ろに行くんだもん。85年目。デジャネイロとごっちゃになるヒヨコ。なんで寝てる動画用意するの？可愛かったから。確かに。86年目。アリクイに革命を起こす住民もトム。子供はアリクイのぬいぐるみ大事にしてるのにねー。87連目。今度こそみぞれだ。前回ラムールと間違えたもんね。羊は結構好き。88連目。ライオネルさん出現しすぎでは？実際は1ヶ月かかってるから、編集するまでこんなにライオネルに出会ってたことに気づいてない。ボルト好きだけどキザとペンギンに枠がないんだ。90連目。あれはカエルのヘンリーじゃなくて毒じゃなくて。わかんないや。石叩きしてる間も考えてたのね。でも石叩きしてる間に話しかけてないことを忘れて、帰っちゃった。ナンシトン。名前わからず。この子はシェリーだね。アイちゃん、今映画見に行くか悩んでるんだ。92年目。どうにもコメントに困るな。カバだけどいじれないからね。もう見た目をいじって笑いを取る時代じゃないんだ。アクリルとウールは一緒？ウールに似せたのがアクリル。口癖に似せたのがアクリル。アクリルという口癖は無理があったんだろうな。95連目。チョコも2回目。ショコラだよ。95連目。アイちゃん再び。96連目。えらいことなってるやん。蜂が出てきたら嫌だから果物の島でするんだ。このセーターがとっても似合うね。離島ガチャ動画でしか見ないからな。97連目。狼で一番中身がイケメンだと思う。みんな一緒じゃ。情けに弱いらしい。98連目。あ、あれは、グミちゃんじゃないか。ちょっともうしんどいからグミちゃんで一息ついていい？しんどいっていうのは？離島ガチャしてたら日付動かせやん。ちょっとこれ作るのに家具注文したいんだ。勝手なことするなよ。いや全く作るつもりなかったんだけど、バディーズ感謝祭終わってから急に作りたくなったんだ。ドーム公演から1ヶ月経ってから作りたくなったの？あつ森のロング動画も出せてないしいいかなって。ということで時間が経ちました。季節変わりすぎ。現実世界でも10日経ちました。99連目から行ってみよう。あの子はデチュ。カエルで一番可愛いね。グミちゃん来たから元気と姉貴希望なんだ。100連目。貫禄だな。気配で察せるタイプ？レムは人気住民の割によく出る気がする。102連目。か、カラフルですね。服がちょっと地味だな。もっと派手なのに合いそう。ボケ盛りだと目の周りが赤すぎて怖いな。ナディアは出すぎだ。深く考えないでまいっかまいっか。ストレス発散。104連目。キキララの服着てる？キキララのワンピース着せたくなるね。105連目。お尻でダンベル持ち上げる筋トレってどうやんの？ちょっとだけ調べただけでわかんなかった。106連目。竹の島にだ。後で伐採したる。タツオだね。ワニじゃなくてシェンロンよりなのか。何をお願いする？値上げが止まりますように。107連目。マリーも再び。108連目。この島見つけにくい。かわいいカバだね。口癖もかわいいの用意してあげて。例えば？ペン。109連目。この子は少しいじったらもっとかわいくなるんだけど、ちょっとアプリの機能が有料なんで披露できない。110連目。服まで PTA 仕様だね。引き受けてくれるならありがたい。111連目。フリルだね。自己プロデュースバッチリ。ヘッドフォンに見えるな。流行ってるらしいね。112連目。ピンクの。って絶対気配で察せないタイプやろ。どういう視界なんだろ。こんな感じじゃね。運転は絶対にしちゃダメだね。
113年目。あれはポンチョか？遠目だと間違うかもね。ダリーも嫌いじゃないが。今だるいもんな。ゴミ島だったから釣りしてきたよ。そういやゴミの検証もしてないや。ガチャに戻って114年目。フランクね、はいはい。あと赤と紫待ってるから。115年目はタコリーナ。116年目。あ、どうしたん？ちゃんと見てるのに無信号オフ働くのやめてもらえません？現実のテレビの話すな。世界丸見えの3時間スペシャル見てるだけなのに。TVerでやらないから見とかないとね。119年目。金鉱石出てきた。バネッサ結構好きだよね。メイクがよく似合ってる。120年目。お尻がプリテ。体の割に小ぶりなお尻だね。で、誰？あ、マッスルタンクトップ。ということはマッスルだね。キングコングのコング？121年目。ほっぺがぷっくりな勧誘。体が小さいから服も小さくて可愛い。名前的には風っぽいのにね。122年目はね。ビリータンももうネタないよ。金鉱石が出たから許してあげよう。124年目。なんだあのお目目のパッチリしたワニは。ちょっと先に石叩くからどいてちょうだい。みんな結構ここで粘るよね。ちょっと戻ってこないで。ハイドだって。あのハイド？どのハイド？ラルクの？ラルクのハイドはカサコソしてません。カサコソはゴッキー野郎に。トメ2回目、ビリー3回目。金鉱石は？出なかった。ボルトも2回目。何年目かわからんくなってきた。久しぶりの今回初めまして。アッピーチクと間違えた。名前の割に大人。さて自然破壊するぞ。恐ろしい。正直伐採作業が一番大変なんだ。でも島に気を得たくないから。果物食べるのがめんどくさいんだよね。130年目らしい。確率おかしくありません。ざっと計算したところ、スマホの電卓だとエラー出たわ。多分 0.00003% の確率。引き合ってるの？多分、こっちもとってもびっくりしております。ちょっと気分転換しよ。10年の度にスコップ3つ壊れるもんね。よし、131年目。よかった。今回初見住民。しかも可愛い豚さんだね。ブリトニー・スピアーズからかな？カサコソー。金鉱石出たから許す。133年目。おー可愛い。電気系なら勧誘しようかな。普通だったね。なかなかうまくいきませんね。スピカが最強すぎるんだ。しょうがない、帰るか。お疲れ。斧持って走ってたら不審者だよね。今すぐ引き返せ。引き返しての135連目。ボークって完全に豚肉じゃん。豚はピッグだもんね。食べられるの前提か。136連目。疲れてきたのか、石叩きもうまくいかんくなってきた。もうちょっと落ち着いて。編集も疲れてきたから寝た。寝たのか。ネタが思い浮かばなくなったから。かわいそう。なりゃあな。ジミから来てるのか、ジミーちゃんから来てるのか。はじめんはなぜか話しかけてなかった。かわいそうなはじめん。139連目はハルク。ダンケシェン。ラスト140連目は目が怖いコアラでした。アデレードはかわいいのにねー。姉貴も相まって説得しにくそう。ということで以上71連から140連でした。鉄鉱石置くところがなくなってきたぜ。200連まで頑張ってくれ。あいよ。最後までご視聴ありがとうございました。またね。